皆さんこんにちは。ウルトラマン Z プリキュラ翔太役の青柳孝也です。嬉しかったのと戸惑いの、まあ最初は、一番最初はそうですね、半分半分、まあ2秒後にはまたこうしてウルトラのメンバーと仕事ができるということの喜びと、なんていうんですかね、名誉というか、そういうことで胸がいっぱいになって、あ、やってやるぞっていう気持ちにはなりました。体調ってなんていうんですかね、こう引っ張っていったりとか、最大公約数的にイメージがすごくあるのかなとは思ったので、僕がこの人の下で働きたいなとか、そういうものを目指そうかなと思って、僕がもう関わった先輩の俳優さんとか、僕が好きなもう友達も含めて、そういう人たちからももらったりはしていますね。同じ土俵に立てる人でありたいっていうところで、役作りといいますかね、なんかそういうことを心がけています。僕の年齢がすごい若いかって言ったらそうでもないんですけど、やっぱそれでも若く見えるチームかなとは思うので、そのチームとしてわちゃわちゃしている部分とかも、こう暗くなりすぎないチームなので、その中に一人、まあヘビクラという男も同じように存在しているので、そういう部分も楽しんでもらいたいなと思ってます。そうですね、何がいいかな、T にしましょうか。隊長、高谷が隊長で T です。しょうもな。はじめまして、改めまして青柳孝也です。ウルトラマンをこれまで応援してくださっていた皆様、そしてこれからウルトラマン Z でウルトラマンを知っていく皆様、とてもとても素敵な作品が仕上がっています。最後までぜひ応援よろしくお願いします。待ってろ、ウルトラマン Z 第1話放送まであと1話。明日のカウントダウンメッセージは太田由加役の黒木ひかりさんです。よろしくお願いします。はい、ゴーネロンガー、見てね。ウルトラマン Z が平和を取り戻すため立ち上がる。ボス、ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 新番組ウルトラマン Z、 6月20日土曜朝9時スタート。